船山は、日田高地の中央に位置する岐阜県高山市と下路市に、またがる、標高1479メートルの山。長山とも書く。倉山、川上学と船山を合わせて、倉山三山,山,山、日田三霊山と呼ばれている。西側の倉山との安部の倉山峠には、東山古道が通っていた。船山を含む周辺の山域は、 岐阜県の倉山城山県立自然公園の指定を受けている。岐阜百山の一つに選定されている。山頂部には、もみ、根ずこ、いちなどの原生林があり、船山山頂花木園が整備されている。山頂の東側には船山神社がある。東山腹には、日田町山スノーリゾートアルコピアのスキー場があり、夏にはアルコピアひまわり園の観光スポットとなっている。 山頂部には、テレビ局や、電気通信事業者の鉱山市方面への電波、通信施設が乱立する。山麓の傾斜地にある、開拓地では、高齢地の気候を生かして、梨とりんご、桃などが栽培されている。昔は、久々小山と呼ばれていた。宮殿演技では、雲の波を分け船を止めたことから船山と呼ばれたと、されている。 船を逆さに伏せたような山陽であることが、山名の由来であるとする説もある。日だふじの衣装を持つ。岐阜県道98号宮萩原線沿いの、い山峠及び、荒々木湖から登山道が開設されている。い山峠から山頂へ至る、登山道の下部には、ブナの原生林があり、い山峠から登るコースは、光と風の道と名付けられている。 岐阜大学の演習林に沿ったコース。積雪期には、飛騨庁舎にスノーリゾートアルコピアからリフトを利用して、雪山登山が行われることもあり、山頂部には、北アルプスを望む展望台があり、東屋が設置されている。山頂部からは、白山、御岳山、倉山、川上医学などを望むことができる。高山市の南側にあり、飛騨高地で独立峰のように位置する。 山頂部は東西に長い。乗だ岳から西に伸びる暗い山分水嶺に属する。山頂の東2 9トルには大沢山がある。周辺の主要な山を以下に示す。日田川の支流の牛巻谷にある、夫婦滝木曽川水系の以下の日田川支流を源流となる山で太平洋側の伊勢湾へ流れる。 東山6の平川沿いに、JR 東海の高山本線と国道41号通り、北山6の無数化線沿いに、岐阜県道455号段区群の線が通り、西山腹に、岐阜県道98号ぐ萩原線が通る。北山腹に林道が通り、南山腹に山頂部の電波通信設備へ至る、船山管理道路が通る。ありがとうございます。